この時間は2022明治安田生命 J1 リーグ第21節ジュビロ磐田対ヴィッセル神戸の一戦、ヤマハスタジアムからお送りします。では予想フォーメーション両チーム見ていきます。まずは磐田です。こちらはどんなところ注目ですか。あの3バックでウィングバック置いてますから、右の鈴木、左の小川、まあ、この幅を使った攻撃ですね。一方のアウェー神戸です。福田さん、こちらはいかがでしょうか。まあ、武藤ですね、はい、攻守の目にわたって非常にアグレッシブにですね、ハードワークしますから、まあ、彼のところに攻撃のところでいい形に供給できれば非常にチャンスは生まれるのかなというふうに思いますね。吉田新監督からゴールキーパーを任されているイークラ、ビルドアップに変わります。いいところで受けましたね。いいところで受けました、はい、スルーパス武藤に通った、うまくかわす、ゴール前、シュートはブロックされました。武藤のファーストシュート、戻ってきましたリカルド・グラッサー。いやー、よくいいディフェンスです。よく戻ってきましたね、今ね、リカルド・グラッサーね。まあ、武藤が一番得意とする形ですよね、受け方としてはね。キーパーかわしたところまで良かったんですけど、キーパーかわしたことによってちょっと時間がかかってしまったんでね、リカルド・グラッサーが戻る時間というのを与えてしまいましたよね。グラウンダーで入れた、はじき返す、さあスピードなりゆるき、神戸のカウンターです。裏を取った武藤が走る、さあスピードに乗っていく、左足のシュートを止めました、三浦。20分が回ってまだスコアは動きません。イニエスタスイッチを入れた、スルーパス、ゆるきに通る、左足のクロス、ファーサイド、小田持ち寄って左足、シュートブロック、リカルド・グラッサー、今日2本目のシュートブロックです。今イニエスタからディフェンスの背後ですよね、小田最初に来たボールをダイレクトでもシュート打てましたし、まあ、その選択ではなくて止めて確実に左でという選択しましたね、はい、クロス、ファーサイドをサポートに来ています山本、右足で入れた、中央、鹿沼の前、三度岩田、今度は左から戻して小川、中4枚、右足のクロス、中央、鈴木優斗、枠を捉えきれませんでした。チームトップスコアラー鈴木優斗、右サイドから中で陣取っていました。ヘディングシューター枠を外れています。ワンタッチでつなぐ、左を攻略してゆるきが中へ縦パス、さあ武藤、左に上がっている山口、イニエスタ中に入ってきた、右で持ち直してクロス、イニエスタ、うまく合いませんでした。いつもは出してですが、ここは受け手でヘディングシュート、うまく合いません。セカンドボールは磐田です。まあ、クロスはやっぱ菊池は避けたいですね。右足のクロス倒れた、オフェンスのファール、菊池倒されてジャーメインのファールでした。大迫頭でスラして左サイド、ね、大迫入るとこの形が増えますからね。自分がボックスに入りました。さあゆるき中見て、酒井低いボール、さあ大迫落とす、ゆるきかわす、ボックス内、右足、ここもシュートブロック、リカルド・グラッサー。大迫がヘディングでスラして起点を作った、そこからの流れですよね。さあタックルで奪った佐々木、自ら運びます、カウンター、あー右に流れた武藤、ボックス内倒れた、 PK 獲得、ヴィッセル神戸。足を踏んだんですね、武藤の左足ですかね、か大迫中居抜きました、先制点ヴィッセル神戸。途中出場大迫、
2戦連発の PK 成功、1対0、ついにスコアを刻んだのはヴィッセル神戸です。あ、うまく競り勝った杉本、金子が落とす、後ろから鈴木優斗切り返す、右足のトーキック止めました、イクラ止めましたね、今ね、イクラ。ゲーム途中から左に回った鈴木優斗、ボックスに入ってトーキックを見せました。この切り返しも良かったですね。もう間もなく目安の6分台、ここでタイムアップ、1対0、軍配はヴィッセル神戸。監督交代後今シーズン初の3連勝で降格圏脱出、16位に浮上しました。